侍の武器としてのみならず、映画やゲームアニメでも定番のアイテムとなっている日本刀。今や様々な作品の影響で対ゾンビ武器の一つとして定着しつつあるなど、国内外で高い人気を誇っていますね。そんな中、刀で試し蹴りしてみたという動画が公開されていました。 SF 作品では時に鋼鉄の兵器や銃弾すらも切り落とすことがある刀ですが、今回ターズ、クーラコブとドムビーゴブームから公開されたビデオ、刀 VS ローズススロー、モーションでは、その試し切りの様子を映していました。動画できる物体は、バラ。カラフルなバラを、いくつか机の上で、数個横一列に並べると、投稿者様は、どこからか入手された刀を構え、一気に両断。そして、その光景をスローモーションカメラで撮影しているのです。スローモーションということで切られた、瞬間の断面や刃の動きも見ることが可能で、そのダイナミックな光景には大きな反響が寄せられていました。この話題に海外のネットユーザーの方々からもコメントが寄せられています。これに対しての海外の反応を見ると、